すごいな。これ 見た目のあれ、どんな雰囲気になるのか。その音が、音とかその全体の雰囲気。これですわ。この香川真司ね。チームワークだけじゃ世界では勝てないと。うん、もう勝たれ、うん。負けっぱです。本大依存症やと。ペトロちゃんも高田さんもあれ、そのサッカーよう見てんの？いや見てないです。普段全然見てない。見てないですね。もう香川で顔出えへんもんね。俺らみたいな少数派なんかな。いやいや俺知ってるよ。知ってる？うん。みんな。香川桃山台の子やね。本大依存症なんやな。桃山台動物病院の近所の子ね。あ、ほんま。実家は。そこもう入院してたもんね、そこに。そう。桃山台が後ろに、うん、あの女医さん言ってた、香川が入院してたから、うん、でそこに本田依存症、そうなって、もうなんや言うたもう本田、お腹減った本田みたいな、そこからもう全然抜けられへん、うん、それじゃあ世界どころかもう小学校も行かれへん、もう本田おらんかったもうあかんみたいな、あれ給食で嫌いなやつ出てきたらもう本田、うん、次行かなと思って次ですわ、本田って何？本田って何？だからそこの動物病院の、うん、のスタッフでしょスタッフの人じゃん、準看護師の人が本田。すごいねこれ、今のヤフーニュースのトップニュースで、はい、関東は内陸中心に真夏日を観測、うん、東京も2013年一番の暑さにがトップニュースよ、熱中症、真夏日、今から今すでにね、今日そんな暑かったっけ、いやそんな暑ないな、曇りやね、これも8月ぐらいになったらカピカピになりますよ、割れますわこれ、だからだいぶみんな水もなくなるんか、水まこう思って、いやいや、まあでも水はいっぱい飲まなあかんね、うん、誰が、みんな、その関東の人が、本田が飲まなあかん、本田以外か、それでやっぱり本田以外が飲んで本田依存症を脱却せなあかんよ、本田が、そうそう、のみんな、ほんなら今度みんなが水本田は香川で、その委員長、そこ動物病院の委員長に、委員長が水飲まな本田が、え本田の委員長が水、ああ委員長水飲まな、始まるね、次の行きます、ドコモが音声通話で定額料金採用を検討という報道を否定だって。ああなるほどね、確かにな、あのなんか LINE とか使えば、うんうんうん、ただで通話とかできるよ、うんうん、にもかかわらず課金してるその通話料っていうのは重量課金やもんな、喋ったらどの値段上がってる、重量課金使った分だけってことね、そうそう、まあ、でもこうもう早いうちに来るんやろね、通話も通話し放題みたいな、受け放題みたいな言い方、通話し放題、なんか新しいこともない、電話とかもうテレパシーでしょ、テレパシー、いやもう電話いるわ、全然電話もうなくなると思いますよ、テレパシーで目と目で通じ合う感じになるでしょう、やっぱりどこももういらん、そうそう、それがもうどこでもになるわけ、いつでもみたいな、あ、社名が僕が ドコモは月額1480円でドコモ同士の国内通話料が24時間無料になる、クロスシートーク24を提供しているが、他キャリアの携帯電話や固定電話にあってには30秒ごとに料金が下がる重量課金制を採用している、うん、だから逆に課金するのもええかもね、こっちがドコモに対してね、その差額を、そうその病院が一括徴収するわけ、ね、そう大丈夫かな、いや本田とこじゃない、うん、で
アニメのガルパン人気の理由ですわ。ガルパンって何？パンの種類かな。ガルパンっていう作品みたいな。うん、パンじゃないねん。ガールズ&パンツァー。パンツァーってすごい。美少女たちが戦車に乗り込み、戦車同士の戦いを繰り広げるというテレビアニメやで。すごい設定やな。俺はもうやったらあかんわ。美少女、なんかセーラー服と機関銃の。そうやな。あれやね、そんなら学ラン。学ランと完全にアーチェリーみたいな映画撮りましょう。学ランとアーチェリー撮りましょう。やらしい。撮りません。やらしい。いややらしいじゃなくて。AKB の篠田。すごいスピードで。マリコ。すごいスピードでニュース読んでますね。マリコ。が何？一回やめるやめる。卒業するの？そうそうそう。だから俺そこ入る。さっきなんか言ってやん。そこ入る言うてやん。あ、この枠に。あ、そこの枠に。この枠に入る。5位やってる。だから、来年は俺5位。俺が5位。このことをタラちゃん、好き。この子は好きな顔。好き。まあ、向こうは好きやろね、こっち。大体。で、まあ、俺もまあまあ。二股ですわ。二号です、こいつ。ね、向こうがそうですそうです。二股です。だから篠田麻里子2号。いやいや違います違います。だから彼女篠田麻里子じゃなくマリーです。マリー篠田麻里です。マリー2号。もし AKB の誰かと付き合うなら誰と付き合う？秋元。僕は秋元一番、はい、一番金持ってますからね。秋元さん。やっぱ男ですね。やっぱりとかやめてもらえますか。いや付き合ってますよ、ね、もともとだから疑惑があるところにそれはまずいでしょ。もうそれ一番スキャンダラスじゃないですか僕が。今も言うてますね。フライデーフライデーなんかうち水曜日やつなんかウェンズデーみたいなやつですね。ウェンズデーに乗ってまいりますと鈴木さんと鈴木さんと2人で歩いとったことが取られるわけですよ。別ないのでしょ。小指とかないの、はい、そうです。ほんで2人ともグラサンしとるんです。この篠田さんがコメントでこれからの方が大変かもしれませんが私は私らしく自分のスペースで頑張ります。自分勝手な決断だとは思いますが私の気持ちです。みんなになかなか会えなくなるのは寂しいから何か方法を考えます。自分らしくっていうのはやめとった方がいいですよね。 AKB 人生楽しみますと前向きなコメントともに最後にたくさんの期待値ありがとうございましたとファンの感謝の言葉を記しています。こいつ自分らしく言ったらもう全然あかんからね。ほんま高く追ってますからね。高く出る、はい、普段なんか革の手袋とかしてますけど、ね、高所ですからね、ほんま。肉仕入れてますから、餌の肉。まあほんま見た見ましたよ。だから言うてもね、あの二股の相手ですから、ね、三菱自動車経営再建は最終章へ新しい、ね、あ結局終わってまうんですね。経営再建が最終章やからね。その最後の再建の最後のステージに進んでるってことやから、あくまで再生の方に向かってるってことだよね。お、そうだよ。まあ、この間あれでしょ、あの電気自動車またなんかえらいことが引いてて、だからもう、ジャッキー・チェーンがもう車乗ってくれんようになってからもう一気長くなりましたもんね。ジャッキー・チェーンありきやな。ジャッキー・チェーンありきでしょ。あんな頑丈な車世界にないですよ。あんな家とかドカーン突っ込んでいてもまだ走っとうとか。だから最終章ってことは三つ星やね、うん、そうそうそう、三つ星やね。だから多分ジャッキーが役員に入るとかでしょ多分。こんなんもう株どっか上がりますよ。美しいな。うん。こんなんあのスパルタン号とか作るわけです。美しい。そうそう。美しい。後ろからケチャップも出ますよみたいな感じの。それで最終行くんでしょうね。いや、三菱で大丈夫。うん。これで行ったら。それで行ったらホンダもひょっとしたらマイケル・ジェイ・フォックスを役員に入れるかもしれないですね。それはでもさっきの香川ジャッキー香川直美になる。そうそうそう
それ困るな。カジノ解禁かもよ。日本で、うん、政府は4月17日産業競争力会議を開いて、うん、首相主導で規制緩和や税制優遇に取り組む国家戦略特区を創設する方針を示した。国内外の人物金を呼び込み、経済再生の起爆剤としてアベノミクスの第3の矢である成長戦略の柱に添えるという、その国家戦略をトップに置いてカジノの解禁も検討されている、されることとなっている。カジノ解禁には環境産業振興、地域活性化、雇用創出、増収税というか大きな効果があると。これありますよ。これはもうついにタケノミクスの、うん、を発動するなあ、あかんね。アベノミクスはもう全然あかんから、もうそれはもうそんな僕あの3本なんかでどのような5万本ぐらい打たなかった。竹野ミクスの5万本の矢でもやりぶすまでしてしまいましたね、うん、僕もう、ね、乗ります竹野ミクス乗ります。カジノって行ったことある？カジ、うん、カジさんの家行ったことあるカジノの家今日間違えてえカジノの家行ったことありますよ。カジノ、ね、楽しいかな。いや俺行ったことあるけど、ゲーム機全部あったもん。カジゲーム機全部あったから、ね、じゃあよカジノの家行ったことある。カジノの家、カジノの家のカジノの家行ったらそれカジタップやねん。まああんまそれもうカメラ映っとくからあんま言わんわね。なあスキャンダル、カジ君の部屋ポーカーゲームとかなったわけでしょ。そうそうそう、なんか10円ポーカーそう、こんなテーブルの中に画面を埋め込まれとってこうあれちょっとちょこちょこ店名変わるわけでしょ。そうそうそう。とまあ今日もあの日本の経済それから地域のいろんなニュース、うん、それからスポーツエンターテインメント、ね、コンピューターと、まあ、いろんな話を聞かせていただきました、まあ、神戸の未来、この国の、はい、日本の未来っていうのは明るいんでしょうかね。まあ、明るいでしょう。そらもちろん60ワットぐらいはありますからね。60ワットぐらい、60ワットぐらい、まあ、また明日が明るい。だからもうこれが僕ら 1.215 ワットを目指してもっと発電していかなあかん。60ワットってどうなんですか。豆球ぐらい。いや豆球はもっとあれでしょう。もうちょっと明るい。豆球のこと記憶を言うてた僕のいいとこ豆球のとこ記憶消して何言うとやん。いやいや電球の話しちゃうんじゃん。明るさの話をしてますよ今。まあどうでもいい。記憶、日本の明日がね横であってほしいなということで。いやいやいや、ちゃいますよ。もうちょっと明るくある。明日が来るためにもう寝なあかんこと。じゃあ、まあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。で皆さん来月のこの神戸ミュージックサロンどうぞお楽しみに。おやすみなさい。